皆さん、こんにちは、トリビです。ということで、今回ですね、日本じゃ購入できないちょっと珍しいもの開封していきたいと思います。それがですね、こちら EVVMAX のエリートトレーナーボックス、これが2箱、入手したんで、見ていきたいと思います。まあこれね、結構前にリザードンのやつをね、開封したことあるんだけど、まあそれのシリーズだね。中にはですね、シャイニングフェイツって書いてるんだけど、外国版の、シャイニースター V のパックと、あとは確定でね、EVVMAX の、プロモのカードが入ってるみたいな、そんな感じの、内容になってます。あ、ここだね。これが、外国版のシャイニースター V と、まああとエネルギーとかスリーブとかそういうのがもろもろ入ってるみたいな、そんな感じです。まあ日本の相場だと、メルカリとかだったら1万7000円とか、それぐらい一箱でするやつなんだけど、俺はもう外国から直接、輸入したんで、まあ、2個でそれぐらいの値段で購入することができました。ただね、20日ぐらいかかった。あと送料も3000円ぐらいかかったから意外と高かった。ということで、早速開封やっていきたいと思います。さあ、ということで、見ていきます。うわいいね。これちなみにね、このエリートトレーナーボックス、ちょっと前にピカチュウもあったんだけど、俺ピカチュウはスルーしたんだよね。それがなぜかっていうと、まあ、確定で、このプロモカードが入ってるんだけど、それがピカチュウの時はなかったからであって、今回はどこだろうな。どこに入っていますか？あ、あるね。シャイニースターウィー。入ってますね。まあ、シャイニングフェイトみたいな、そんな感じの名前になってるけど。あれどこだ？あ、これだ。来ました。見ていきましょう。アイオット、アイー。EVVMAX の、プロモのイラストだね。これ日本だったら、スタートデッキみたいな、なんか500円で買える9種類のやつの、まあなんかそれの大会かなんかのじゃんけん賞かなんかで、ね、配布されてるやつで、俺持ってないんだよね。まあそれの外国版みたいな感じで、なんかどうなんだろう。俺はなんかでっかくなる前の EV が、好きだから、これはなんだろう。まあイラスト的にはって感じはするけれども、まあ普通に嬉しい。これがあったんで、購入しました。まあ、あとは、普通になんだ？これは、外国版の、エネルギーが入ってて、はいはいはい。あ、これね、なんだかんだで便利なんですよ。これカード仕切るやつだね。カード仕切るやつと、はい。まあ、じゃあ特別にあげます。俺まだこの、ポケモンオンラインやってないんで、いつかやった時に、やり始めた時に多分後悔する。はい。一番最初に、動画見た人が、あのコードは使ってください。で、これが、イービーのスリーブ。まあなんか外国産のこのスリーブはちょっと出来が悪いという噂を聞いたことがあります。はい。だから僕前のリザードン使ってません。あとはこれだね。これが最近対戦動画で使ってるダメ感っていうか、毒マーカーと火傷マーカーは前のこのエリートトレーナーボックスのやつです。それと、おしゃれ、シャレオツダメ感になってますね。これ EV 柄だね。リザードン柄じゃないやつかな。はいはいはい。そんな感じの内容になってます。でね、あれなんだよね。あ、これだ。こっちは多分ルール説明とかそういう感じかな。で、外国の方はね、なんとパックの入ってるカードリストがこんな感じでね、前もそうだったんだけど、出してくれてるんだよね。それがありがたい。で、若干、日本のシャイニースター V と入ってる内容が、違うんですよ。それを見ていこう。まあ、一番違うところは、マリーの SR は入ってないみたいな。そんな感じ。あ、ダダリン入ってるんだ。ダダリン入ってるんだね。まさかのここでダダリンを入れてくるみたいな、そんな感じ。まあこれが全部の、カードリストですね。はい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 。まあでも大体同じかな。そうだね。ほら、ボールガイいるね。あ、ボールガイ、そのままボールガイだ。鳥使いはバードキーパー。あ、バードキーパーってなってる。いや、鳥使いの英語版マジで欲しい。鳥使いの英語版マジ欲しいな。あとは、こういう感じで、まあいつものメンツが入っているんだけれども、マリーだけいませんと。マリーは次の段かな。で、こっからが、普通に、色違い。レアリティ高いやつもこうやって全部入れてくれてるんで、基本的には変わんないかな。水君とかもちゃんといるね。水君とかも欲しいね。ここら辺は。そうだね。こんな感じであって、多分一番最後に、まあもちろんね、狙いなんですけれども、ここ。リザードン VMAX の SS、VMAX の SSR。あ、そっか、リザードン V もいないのか。どうやらリザードン V も、いないらしいです。今回は、じゃあリザードン VMAX チャレンジになるのかな。あとは俺個人的には取り使い。まあ、ボールが生きてくれても、なんかちょっと面白いから嬉しいけど、まあ、そこら辺を狙いながらやっていきたいと思います。まあ、実際のところね、あれなんですよ。俺、シャイニースター V の開封結果は、まあ、見てもら、開封動画、YouTube たくさんあって、見てもらったらわかる通り、結構悲惨な感じなんですよね。なので、ここら辺で、めちゃくちゃ運のいいところを見せていきたいと思います。かっこいいよね。うわ、やば、アーマーがかっこいい。しかも色違いじゃん。
これはかっこいいですね。アーマーガーの色違い。アーマーガーの色違い普通にカード化してくれ。なんでパッケージになってくれないんだ。いやー、これが楽しみだな。それじゃあ順番に、見ていきたいと思います。よいしょ。外国産の、パックは枚数がめちゃくちゃ多いことで、有名。1、2、3、4枚。ちょっとこれで、ね、4枚前にするとね、一番後ろにレアが、一番高いレアリティが来てエネルギーが最初になるんで、そんな感じでいきます。おー、いきなりボールガイが来てゆく。あ、まあでもこんな感じでね、応援タオルとか普通に入ってるね、やっぱ。まあ、見たことあるカードばっかしですね。これは、覚醒ドガース。はい。から、でもこういうのはないか？あれ、これって、シャイニースター V にあるっけ？多分ないよね。サルノリとかも。まあ、なんか若干カードっぽい。おー、いきなりいきなり S で光っていく。まあ、こういう感じで、まあ、ウニちゃんが光りましたけれども、まあ、こういうのはありありあり。で、あ、プロフェッショナルリサーチ。はい、博士の研究が。あ、だって、これ普通に使ってもさ、割とバレんでしょ。つか、なんだったらこれあれだね。普通の博士じゃなくて、シャイニースター V のあれだね。なんていうのかな。日本だったら、普通になんか、1500円のスターターセットとかそういうのしか入ってない博士が、パックから出てくる感じですね。はい、1、2、3、4。よいしょ。さあ、リザードン来てくれ。本当にお願いだ。マジでリザードンが欲しい。おお、え、この私らがって、いつのだ。やばい、全然知らないカードも出てくる。あ、しかもこれあれじゃん。これまさかの日本だったら、なんか、プロモとしてしか配られてないカードですね。俺はこれはリザードン争奪戦の時にもらったわ。はい、ギハリ、ここら辺同じだね。で、モルペッコちゃんはブルーに。あー、いいね、これ。かわいい。はい、からの、あ、なんだこのレアリティは、あー、そんなこと言ってたら、はい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 、これはね。まあ、おー、いや、でも、レア入ってる。イエスさん。いいね。あ、待って、ヘルピングハンド。わかんねえ、お前。何のイエスさんかわかんねえけど、これ、あれじゃない？これ、あれ？違うか？なんか、でも、このイラスト、見たことないイラストなんだよな。見たことないイラストだから、ワンチャンとか思ったけど、多分違う。うん、なんか、俺の知らないカードがたくさん出てきます。普通に楽しい。英語わかる人が、効果を確認してくれます。はい。さあ、じゃあ、次やっていきましょう。いいね。イエスさんに、こんな感じでレアが当たっていく。はい、土地勘が来て、盾、ロトム、はい、サルノリちゃん、うん、モルペコ普通に可愛いんだよな、ツボツボとかがいて。はい、で、最後が、レア。あ、違う、まだあるか。あ、ないか。あ、これレアだね。レアだ、レアだ。レントラ、これレアですね。かっこいい。ちなみになんだけど、何パックだ？何パックかあるけど、普通に、このエリートトレーナーボックスからは、いわゆる SR 異常枠っていうのは、出ない可能性もあります。出ない可能性もあるんで、めちゃくちゃ俺は、緊張している。いや、マジで出てほしい。サポートあげて出てほしいよ。はい。まあ、こっから辺からは、サクサク行きましょうか。優勝！さあ、お願いだ。ここね。はい、取り扱いの、サーカスのやつが来て、おー！あ、これいいじゃん！アメージングレア海洋画が入っている。はい！はい、あ、待って。これ入ってるんだ。これはなんか、海の創作だったっけ？海の創作マナフィーかなんか、だけど、普通にこれはありだな。なんていうのかな。不思議マナボックスがなんか、違う、カメックスのやつにしか入ってないんだよ、日本だったら。だからそこそこ値段も500円ぐらいするんだけど、それがまさかの、今回は、シャイニングフェイスに入ってます。マニーの SR が入ってくれてたらなぁ、もっと購入したかったんだけど。残念、それは。リザードンチャレンジだけだから。よいしょ！はい、鋼エネルギー、はい、ロトーム。でもって、俺はね、今回からはね、これとは別にね、他にも、ポケモンカードの外国の、ちょっと25周年記念でいろんなやつが、発売していて、それをまとめて購入して、まだ届いてないんだけど、それも届き次第。開封、おぉ、モルペコが2回続く。でもこのモルペコかわいい。普通に嬉しい。開封していきたいと思うんで、何卒、トリッピーチャンネルよろしくお願いします。若干なんか、このポケモンカード、アメリカ版も、ぼちぼち集めていこうかなとか、思っている所存。はい。さあ、1、2、3、4枚を、前に。お願いだ。やばい、出てくれない。まずい、これは。まずい、まずい、まずい。普通にまずいぞ。はい。優勝、優勝、優勝、同じか、モルペコなんかめちゃくちゃ出てくるか。同じカードしか来んのか？ EV かわいい。EEVって書いてる。
おお S 来た、インテレオンさんが当たっていく。あトリプルレア、トリプルレアかな、これトリプルレアわけだよね。そうだよね、ダダリン V マックスが当たった。ダダリン V マックスは普通に日本だったら、日本だったらめちゃくちゃ高いカードだよこれは。普通にワンチャンあれだな、あのカード足りなかったらこれ使おう。これ使ってもブン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 ハロー YouTube とか、これで使ってもバレんやろ。なんだっけ、ブンブンなんとか名前忘れちゃったけど、多分ここに編集で日本語版出しとくわ。はい、さあ、いやそんなんじゃない、 SR 枠リザードン、リザードン、いいカードも来てるんだけど、リザードンが欲しい。うわーかっけー、カジリガメ。あーイエスさんが2枚来てしまった。イエスさんが2枚来ている。さあ残り3パックです、残り3パック優勝お願い、マジでお願い、お願いお願いします、マジでお願いします。せめてなんかこういうさ、トップレイヤーじゃなくてもいいから SR 以上が出てくれねえと俺が悲しい。うわー嬉しい、これ森の創作テレビからの、はい、残念、やべえ、みんなやべえ。アーマーガー最後でしょこれ、絶対アーマーガーから出てくるでしょこれ。アーマーガーからはなんかクソいいカード出てくるような気がする。なんか俺がもう、俺の勘がそう言ってる。優勝、さあ次です。俺アーマーガーのポケモンのゲームでは、あのアーマーガーの色違い、ここからの負荷厳選したんだよ俺。6時間くらいかけて色違いちゃんと手に入れたんだよ。ってこと、あーリベロエースバーン当たりました。でもって見て見て見て、さらに光ってる。これ2枚連続で SR 枠あるよ、これあるよ。はい、うおー黒パッツ、黒パッツそのまま、黒パッツ V。 いやこれはでもいいね、これはいいね、内緒で使おう。多分公式とかではもちろん、英語版のポケモンカードは使ったらそのままジャッジキルして反則で負けてしまうんですけど、まあなんか友達と遊ぶ分にはワンチャンいいんじゃない、ワンチャンいいんじゃない、よくない。はい、やばい、最後だこれ、みんなやばい、助けてくれ。俺は外国版のシャイニースターメイでも爆死してしまうのか。あーやばい、うわーもしもし嬉しいけどダメなんだ、これじゃねえんだ。さあということで、今回の、EVVMAX のエリートトレーナーボックスかな、それの外国産シャイニースター V から出た開封結果になります。いやーこれはね、正直下振れたと思う。 SR 以上枠が1枚も出なかった。まあここら辺とかも普通に嬉しいカードが出てるんだよね。まあ強くて日本とかでもかなり需要のあるカードとかが出てるから嬉しいし、あとは色違い3枚は多分多かったと思う。これは上振れてるはずだと思う。なんかこの並びだったらジュナイパーとか欲しいね次。ジュナイパーとか欲しさあるけれども、まあ実際のところは一番の当たりは、この EV のプロモかな、これが当たったっていう感じだけで、残念な結果になりましたんで、本当はね、ここでめちゃくちゃ大当たり出たら、もう一個の方のボックスは開封、なんだ、開封せずに、ちょっと未開封で置いとこうかなって思ったんだけど、この開封結果はいかん。はい、もう二つ目、いきたいと思います。さあ、ということで、二つ目も見ていきましょう。まあ、正直ね、パック以外の内容は、全部同じなんで、そこら辺はもう飛ばして、さっきのやつだね、見ていくんですけれども、まあ、こうやってね、複数個同じのが揃うっていうのは、かなり熱いですよ。で、これ、で、さっき言ってなかったことを一個だけ言おう。外国のやつはですね、めちゃくちゃ初期傷が多いんですよ。なので、その初期傷チェックみたいなのも、した方がいいけど、あ、意外と綺麗か。俺前リザードンめっちゃ傷ついてたんだよな。で、いろいろ調べてもやっぱ初期傷はもうめっちゃ多いんで、こればっかりは仕方ないみたいなことを言ってたけど、意外と綺麗だわ。今回のこの EVVMAX のプロモは綺麗。これは2枚当たってくれたな、嬉しい。はい、ということで、シャイニングフェイツ、これをやっていきたいと思います。おねげーだ、なんかいいカード来てくれお願いです、すげえいいカードが欲しいんです。僕はいいカードが欲しいんです。愛知 CL 前なんです。これちなみに、愛知 CL の前に開封してます。よし、はい、ボールガイが来て、はい、剣も来たよ。で、雪はみ、同じような内容ですね。ノーマルカード、おっと、ここで来ました。ウーノラゴンが、色違いできて、そのまま博士が来た。なんか、ノーマル系のカード、マジで同じカードしかないんだけどさ、結構もしかして、この種類少ないか、種類そんなに多くない説が浮上してるわ。よいしょ、さあどんどん見ていきまーす。エスパーエネルギー、はい、またボールが来てるわ。
またボールガイが来て、はい、モルペコ、イトマル、はい、同じ。で、ザルードも。このザルードも俺知らないような気がする。多分このザルードも日本にはないね。ちょっともしかしたら、先のカードとかが収録されている説はあるぞ。よいしょ。さあ、じゃあ見ていきまーす。お願い。マジでそろそろ来るよ。さすがにね、2ボックス上げたら、1枚は SR 以上枠入ってるはずなんですよ。だから、こっちは絶対入ってる。こっちは絶対入ってる。ヤンヤン、まあ。はい。うわー、うわー、まあ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 、うです。ちなみに、なんか、その IGCL 前なんだけど、台湾の方で、2000人規模のめちゃくちゃでっかい、ポケモンカードの大会があったんですよ。で、それは、総壁のファイターが入ってない環境での、大会なんだけど、まあ、結構近いから、総壁のファイター別に環境を覆すようなカード、そんなに多くはないから。そこで、まさかのベスト4かなに、UV マックスがいたんだよ。すごい心躍ったわ。ほんとに。はい。あー、イーブイ！かわいい！あれ、イーブイ！うわー！ダダリン V マックスどうした？ダダリン V マックスめちゃくちゃ出るんだけど、そんなことあります？そんなことありますっていうぐらいダダリン V マックス出るぞ。まずい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 。SR わけだって。色違いのポケモン来てくれ。色違いのポケモン V マックス来てくれ。ピザードン。ピザードン。俺は運がいいんだ。俺は運がいいんだ。お願い。あ、ジュナイパー、ジュナイパーはあり。ジュナイパー、マナフィー。ジュナイパーはありだけど。あ、でもここで本当にマナフィー出てくれるのは、なんか、ありだな。全然、俺マナフィーとかそんなに、枚数持ってないからさ。これちょっと代わりに、対戦とかで使うときはこれでいいでしょ。はい。よいしょ、私らが当たった。あ、待って、これ、あれだな。4枚、後ろ。めくるの忘れてましたわ。よいしょ。こんな感じで出ましたと。さあ、枚数多いからね、もうこのパックがパツパツなんだよ。パックがパツパツだから。よいしょ。さあ、じゃあ次でーす。1、2、3、4枚。お願いします。やばいよ。マジでそろそろ当たってくれないのきついよ。お願い！お願い！これめっちゃ高かったのこれ。日本じゃ買えないから。うわー！ジュラルドンの S！まあ嬉しいけど、つかマナフィー入れすぎ、嬉しいけど、レアが出てくれると嬉しいけど、つかさっきのレアの、1ボックス用のレアの方が、熱い。いや、これはちょっとやばいぞ。これは、結構高かったけど、爆死説濃厚。爆死説濃厚だぞ、このままだと。お願いだ。はい。はい。いや、来る。もう来る。来る。絶対来る。やばい。やばすぎ、みんな。助けてくれ。あと2パックしかありません。ここで出なかったら終わる。マジでここで出なかったら終わる。お願いします。2パック、こえー。リザードボール返り、もうボール返り、ボール返り来てくれ。あー、やばい。幅が、お願いします。ダメだ、もうこのままじゃ終わってしまう。俺の回避動画が何も取れたかなく終わってしまう。それだけはまずいって、それだけはまずいって、やめて、お願い。おい、あ、光ってる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 ぞ、光ってる光ってる。偶然なんか見えたけど、なんかトリプルレア系の光り方してる。トリプルレアつか SR 以上枠の可能性もあるぞこれ。最後、この次、はぁ、あ、来る来る。なんでだよ。さあ、ということで、2ボックス目の開封結果になりますが、当たったのはクロバットと、ダダリン。まあ、当たったけど、なんか1ボックス目の再放送してるみたいな気分になりました。しかも SR 以上枠1枚もです。めちゃくちゃ下振れた。あんね、このさっき最初に冒頭で見たカードリスト見てんだけど、他にもね、結構ね、GX 枠とかあるわけなんですよ。こんな感じで、つかあれだな、イエスさん、これあれですね、日本だったら横浜シールとかの上映賞しかもらえないイラスト違いのイエスさんが普通に入ってんだ。これ欲しかった。あとこんなんとかも欲張りす。多分まだこれ日本あれだよね、全然来てないやつだから、こういうの欲しかったなーとか後から気づく。あ、まあでも言うて種類は少ないか、かぶるっちゃかぶるのか、みたいな感じで、正直ね、イーブイエリートトレーナーボックス、惨敗でございます。これは正直悔しすぎるから、
リベンジいつかするのはありかもしれない。もうちょっと購入しときゃよかったって今後悔してます。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりますが、また次回のトリッピーさんの、外国版ポケモンカード開封も見てくれたら嬉しいです。じゃあね。なんじゃこりゃ。